はいどうもこんにちは。まあね、今さっきたけるくん、かみくんの新しい会社ね、コラボの動画を作った後になんですけど、アミューズですね、もう古巣になってしまいましたね。アミューズ山梨移転を発表、富士山6最古藩の8800平方メートル整備だそうです。これ完全に決まったんですね。やっぱアミューズはね、移転するっていうのも前々からね、文春かなんかに嗅ぎつけて、移転するっていう噂になってましたけど、本当にそうなったみたいですね。大手芸能事務所アミューズは、1日、山梨県、富士加工湖町に本店を移転すると正式に発表した。7月から本格稼働するとしていると。約8800平方メートルの敷地を、結構広いですよね。アミューズビレッジとして整備し、アップサイクルライフをコンセプトに、心身の浄化、原点への回帰、自然との共生、常時接続からの解放を通じて、新時代の文化を世界発信するとしていると。現在本社としている桜ヶ丘、渋谷の桜ヶ丘のオフィス、インフォスタワーですね、は残すという。まあだから、インフォスタワーのアミューズを残すって、インフォスタワーは貸しビルですから、アミューズの持ち物ではないわけですよ。だからね、インフォスタワー自体が、をどうするかっていうのは、まあ別に持ち物ではなくて、あの中の何フロアか、アミューズは借りてるんで、今回はどうなんですかね。ここは自分の持ちビルにするってことなんですかね、山梨はね。もしかしたら。アミューズの方じゃ移転となる旧レイクホテル、最古の建物。あ、もともとあるんだ、ここは。ああ、じゃあ借りるのか。あれみたいに、吉本みたいにね。吉本の小学校もね、あれは吉本が借り上げて、東京都から借り上げてね、改築工事してやってますよね。これもレイクホテル。の改修工事が行われているって書いてあるので、まあ借りるんでしょうね、これもね。桜ヶ丘町のその桜ヶ丘のね、インフォスタワーのところに関しては残すっていうのは、全フロア、全部借りてるやつは残すんじゃないと思うんですよ。だってあれ高いですからね、あそこはね、めちゃくちゃ高いので、今何フロアだ、結構借りてるんですよね。3、4フロア借りてるんですかね。だから、1フロアだけ残すんじゃないですか。僕がね、知ってるイメージ、上場前のアミューズのイメージは、ワンフロアだけだったんですよ。桜ヶ丘の中の。そこからなぜか上場して巨大化したのか、増えていったんですよ。だから多分最初にも、まあ原点回帰っていうのもあるんで、最初に戻すんじゃないですかね。その他は、山梨本社ってことなんですよ。まあ300人いるとか言ってるけど、ね、今リモートワークしてるんだろうし、何かあるときは山梨に来いってことなんですかね。でも行きづらいっすよね、都内に住んでる人はね。アミューズは人気バンド、サザンオールスターズや歌手の、で俳優の福山雅治、女優の吉高由里子さんが所属する東証一部の上場企業。中西社長が3月26日、この人はサザンのマネージャーだった人ですよね。山梨県庁に長崎知事を訪ねて報告し、産経新聞の取材に移転を認めていたと。関係者によると、移転先は最古の湖畔で、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、昨年秋に閉館した旧レイクホテル、そうなんだ。秋に閉館したばっかなんだ、このレイクホテルっていうのは。レイクホテル最古っていうのは。建物や周辺施設、現在改修工事が行われている。そうなんだ。山梨県は新型コロナ感染拡大による新しいライフスタイルとして、都心と山梨の両方で生活や仕事をする 2拠点住居を推進しており、アミューズの移転を支援した。ああ、なるほど。じゃあ山梨県自体が支援したってことなんですね。じゃあまあもう安く借りてるんじゃないですかね。実際吉本も本社機能を東京のね、新宿の花園神社の隣の小学校に移した時の話ですけど、あれもね、当時の石原都知事がね、石原さんが都知事だった時でも、かなり推奨したって言ってましたよね。吉本を東京に引っ張ってくるためにね。それで格安であそこを貸したなっていう話が、なんか噂ではありますけど、
まあそういうもんなんじゃないですかね。アミューズがね、山梨にね、引っ張ってこれたら、サザンとかね、福山雅治とかを山梨に引っ張ってこれるようなもんじゃないですか。ってなったら、ね、やっぱり知事がね、直々にね、やりますよね。まあ残念ながらね、残念ながらワンオクロックや、佐藤健君は、それを直前に離れちゃいましたけど。どうなんですかね、これからもどうなんだろう、アミューズ離れる人も出てくるんですかね、こうなるとね。まあでも、個人的にはすごくいいことだと思いますけどね、やっぱりすごいいいじゃないですか、富士山のふもとの湖の隣のね、もともとホテルだったとこでしょ、めちゃくちゃ環境もいいだろうし、素晴らしいと思うけど、ただね、やっぱ東京から行くってね、たまーに行くんだったらいいけど、ちょいちょい行くってなると結構きついのかな。まあね、武田くんがいなくなってもアミューズはね、やっぱり僕はサザンも好きなので、応援していきたいなと思うので、ぜひぜひ、頑張ってほしいなと思います。な感じですね。ではでは。